12月22日火曜日、今日の天気は晴れ時々曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。 朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今日も寒くなっております、はい、有楽町日本送屋上の温度計3.8度まあ今日もね10度台前半までしか上がらないってところですねはい東京都心今日は12度の予想でまあ昨日と比べると少し暖かくなるかなといったぐらいですかねうんうん引き続き暖かくして遅く お越しください。 えー、さあ、朝刊各紙スタジオ入ってまいりました。あの昨日のですね、えー、ちょうどだから7時過ぎに各社速報を打ったというところ、えー、吉川元農林水産大臣が議員辞職というものが、えー、朝日毎日一面トップという感じです。まあその他の新聞もね、えー、一面の二番手の記事で産経が報じていたりとか、あ東京新聞もそんな感じですね。えー、というか、ね。 になにった。 おります、まあ、あの顔写真付きで大きく報じているというところが多いんですがもともと疑惑のあった、えー、ケーラ卵の生産販売用手秋田フーズから農林水産大臣をしていた頃に、えー、500万円の現金を受け取ったという疑惑についてというところが取り沙汰されていたんですが、えーまあ、事務所が発表したコメントでは、えー、慢性心不全などで入院をされているということで、まあ、近日中にペースメーカーの埋め込み手術も受けるということ ななどなどもあり、えー、議員としての職責を果たすことができなくなってきたということで、えー、議員辞職をするということで、まあ、この現金の授受疑惑についてのコメントでの言及はなかったということですが、まああのー、私もこれ速報が入る直前ぐらいにこんなことが起こるよっていうのをです、ねまあ、あの知り合いからこう来ておおと思ったんですが、まあ、そのこうペーパーで、ね、コメントも出てますけれども額面通り受け取る人はほとんどいないというところで当然ながらこのお 受受疑惑というもの、まあ、これ、あのー、検察等と捜査も進んでいるということも即分いたしますので、まあ、その辺んを巡るところにも、えー、なってくるのかというところです、まああのー、議員も辞職した、そして党の役職も全部下りて、派閥の事務総長も下りたというようなことで、まあ、ある意味、社会的な制裁を受けたじゃないですかというようなことをお、ね、それによって、まああのー、刑が免じられるというものではないでしょうけれども、まああのー、一定の配慮等々が。 えー、期待されようというのが、まあ、陣営側の、まあ、判断でもあろうかというところなんですけれども一方でやっぱりこのね、えー、いろんな人が指摘してますけれども農林水産大臣大臣の現役の時っていうのはこれ結構いろんな権限とか職務権限があるところに、えー、関連の業界からあお金をもらったっていうのはあまりにもあからさますぎると、まあ、あのかつてのねそのお1980年代90年代みたいな政治と金の時と 比べると額にしてはですね桁が2つ3つ違うとまああの時はあの金の延べ棒が見つかったの何だとかですね、えー、何十億円というような金が、えー、その金額が、えー、新聞の紙面に戻っていたことを考えると500万円と、まあ、ただあの庶民からしたら500万円とお前すげえ額だなって話ではもちろんありますんで、えーね、額の高によって何かこう経営のあるいはあの今後の持っていき方が異なるというようなもんではそもそも論として、えー 法律の趣旨とはこれ反するというところがありますのでえ、えーまあ、おそらく粛々とやるんでしょうけれども任意調査になるのかあるいは逮捕するのかどうなのかというところですけれども、まあえーまあ、一定の、ねえー、こうそういった思惑も含んでまたあの、まあえー、体調も当然悪いということもあるんでしょうから、えー、このタイミングでと、まあ、ただ、このタイミングというのはまたいろんな、ね、北測を呼ぶところもあって、えー、1月18日から来年通常国会が始まるというタイミングでも ありますで、す、えー、の昨日閣議決定されましたあ2021年度の本予算それからそれに先立つ形での、えー、2020年度の第三次補正予算、えー、こういうものを早く成立させてそして一刻も早く現場にお金を流し込んでいかないと経済が回っていかないということがありますので、えー、それを審議する国会が早々にです、ね、この吉川氏の問題であるとかあるいは、えー、今日読売が一面ですけれども、えー、安倍前総理の桜を見る会前夜祭について、えー、総理 任意聴取というようなことが。えー 読売がこの件に関しては読売が走っているんですけれども読売が一面トップで報じておりますすでに安倍さんが任意で事情を聞いたことが関係者の話で分かったとこうなってくると検察の捜査がひと一通り型がついたということになると続いて国会で安倍さんが何らかの形で説明するということになってそれによって一定の蹴りがつくというような形になると。これ 年内あるいは年明けの早いうちにやっておくと1月18日からの国会はある程度きれいな状態でというかまあこれはあの自民党側の国,体ね国会対策の人たちはそう見るんですけれども。 ある程度野党が文句をつけようとするところはあらかた火を消して回った上で1月18日の国会開会を迎えられるということになってくると政権、あるいは与党としては国会運営がやりやすくなるとまあそんなこともあるんでこのタイミングでいろんなものがボロボロボロって出てきているなというですねこの年度末、末年明けを向けてという駆け引きが続いている感じがする今日の一面トップでございます。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです取り上げるニュースまずは昨日の西村大臣と新型コロナ分科会の尾身会長の臨時会見について えそれから菅総理が尖閣警備のため大型巡視船を整備したいと述べたというニュース、えー、そして東京オリンピック・パラリンピック開発再決意表明と、えー、さらに小売業で振り返るコロナ禍の2020年ということで7時半前からのコーナーですがスーパーアキダイの秋葉社長にお電話で登場いただきますで7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは香港の最高裁がデモ隊の覆面禁止法について合憲と判断したと2審、あのー、では一部意見 ということが出てたんですけれどもこれが合憲というふうに判断を変えてきましたこの影響その裏などなどについても聞いていきたいと思います今週はブルボンの人気商品詰め合わせセットを毎日10人の方にプレゼントしますポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りましたこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募くださいここが気になるです ええー、まあいよいよですねラジオチャリティーミュージックソンが近づいてきているということもまあありまして今週この、はい、お公開になるのゾーンでは、えー、コロナ禍で視覚障害者の方々の暮らしがどう変わったのか改めて考えてまいります今日は新業アナウンサーのリポートですはいえー、今日そして明日視覚障害者の当事者でユニバーサルマナー検定の講師一般社団法人プレイヤーズ理事の中川哲弘さんにインタビューした模様をお送りします、うん、あの中川哲弘さんとの出会いなんですけど。 けれども、はいはい、今からですね、四五年くらい前に、プライベートでユニバーサルマナーについての講演を。聞きに行ったことがありまして、その時に講師を担当されていらっしゃったんですよね。そう,そうなんですよ、そこでご挨拶させてもらって、そしたらのボイス聞いてます、なんて話を聞いてうんうん、うん。当時の夕方のザボイスを。そうですね、日本放送聞いてますよっていう会話をして、<ら>その後もちょっとこうメールでやり取りなんかもしてたんですけれども。今回あの、またですね、改めて、まあ、目の不自由な方が、このコロナ禍でどういった、あの。 問題に直面しているのかなどですね、いろいろ伺ってきてき、うん、たので、ちょっとお伝えしたいなと思います。はい、え、まずは今年の春ですね、緊急事態宣言の時、視覚障害者の方、どんなことが大変だったのか伺いました。同行援護してもらう方がなかなか見つからないっていうのは、濃厚接触することをこう不安に思われる方が同行援護される方が不安に思われることで、なかなか視覚障害者からそういったことを。 方を予約するるこここととととがががででききなないいい見つけうありましたね最近で言えば、例えばソーシャルディスタンスというのがあの必要になってきますけれども、例えばレジの列に並ぶということ自体がもともと視覚障害者難しいんですが、さらにそこで距離を取りながらレジに並ぶというのはさらに困難に感じている方がすごく多いですね。 なるほどね確かにいいとかっていうの取りづらいもんねそうなんですよねそしてその同行援護っていう制度があってそのガイドヘルパーの方と一緒にこう歩くっていうことなんですけれども、はい、全国で毎月およそ2万7,000人ぐらいの方がこう利用されているみたいなんですけれども調べてみるとそのガイドヘルパーの方が濃厚接触の可能性を考えてこうしばらくそのガイドヘルパーの仕事を休むとか当面取りやめるという方がこう出てきているっていう現状なんですね。 ですよね、ガイドヘルパーの方結構、年齢層上の方も多いから、はい、そういうところを、ね、また移しちゃいけないというのも考えるんだろうけれどもね感染防止考えたらマスクをしていれば基本的にはかなりの確率で防止ができると、まあ、これお医者さんも、ね、ガイドヘルパーだから使ってくださいっておっしゃってておしゃますあの他にもです、ね、このコロナ禍では私たちの生活がらっと変わったわけですけれどもそのお店に入るときの手の消毒ですとかあとマスクの着用、うん、こういった部分もいろいろとす。 影響があるんだそうです入り口に消毒液が置いてあると思うんですけれども、はい、消毒液の場所ががまず分からないといととうことがあるんですねうーんあとはですねマスクをつけて外出するっていうことが必要になってきてると思うんですけれども、はい、あの顔にマスクをつけて移動するとですねいつもとその顔に当たる風の感覚が違っていてその分だけこう、はい、歩く感覚がなんか取りにくくなるという方が多くいますね。 なるほど、うん、そうかこう五感というか触覚を使っていろんなものを判断するもんね、はい。なのでちょっとその感覚も変わってきてしまっているっていうのもあるので、例えばそのまあ、レジ並んでいる時でしたらあのここがレジですよとか一歩前に進んだ方が良さそうですよってそういった風なこう声かけもできたらねいいのかなと思いますね。えそして改めてになるんですがそういったあのまあ、駅のホームであったりとかそのスーパーのレジに並ぶ時です、ね。 何かこう困っている視覚に障害のある方を見かけた時にどう声をかけたらいいのかというのも伺いました、うん、視覚に障害がある方を見かけたら困っている様子の時に肩にトントンと触れた後に何かお手伝いすることはありますかとお声がけしていただけるとすごく助かります。あの視覚に障害がががあるる方が使っってている白い白白杖のことを白状って言うんですが 白状を持っていない側の手が空いているので、その視覚に障害ある方が、はいあの、白状を持っていない側の手の方に、えー、サポートしてくださる方立っていただいてあの、肩や肘を貸してもらえるとありがたいです。 なるほど肩にトントンってしてからそうですねあ,のあなたに声をかけているんですよということが、ねうん、なかなかどう声かけたらいいのか分からなくて、ね、声かけられないという方も、ね、いらっしゃるかと思うのでぜひあの参考にしていいただければと思います、はい、えそして中川さんはユニバーサルマナー検定の講師もされているんですがユニバーサルマナーとは何なのか伺いました。 ユニバーサルマナーというのは、障害者や高齢者、あとはベビーカーの利用者や外国の方、外国人の方など、あの、多様な方に接するときの心遣いとかサポート方法のことをまとめてユニバーサルマナーと言っています。 なので、まあ、視覚に障害のある方もそうですし例えばそうく車椅子に乗っている方でこの段差を越えたいときに手伝っていただけますかってもし言われたらどうやってその車椅子を例えば持ち上げたらいいかとかうそういったこともこう教えてもらえたりするんですよね。こういったユニバーサルマナーの講習というのもありまして受講者どんな反応があるのかもですね聞いてみました。 あの、よくその声かけするしないでためらわれる方がどうしたらいいかわからないというふうにあの考える方、悩まれる方が多いんですけれども、はい。学ぶことでどうしたらいいかがわかる、わかったということで、その後日常生活の中で声かけしやすくなったとか、声かけする気持ちになったとか、そういうふうに答える方多いですね。 えー、そしてあさって、もういよいよあさってですね、うん、木曜日の正午からラジオチャリティーミュージックソン、行われますけれども、ねえー、音の出る信号機の存在、はい、一体どういうものなのか、伺いました音の出る信号機があるだけですごく安心しますし、うん、逆にない信号のところは、どのタイミングで渡ったらいいかっていうのを、すごく気を使いますので、たぶ、うん 渡っている最中にも本当にこれは安全なのかと感じながら歩かなければいけないので、それはすごく差として大きいですね。 そうなんだよねあの視覚障害の方の歩行だとかっていうのをずっと研究されてる方にお話を伺ったり本読んだりしたことがあるんですが外歩いてる時とかってすごく心拍数が上がっていてものすごく緊張してるとでそこで音の出る信号機があるだけでもものすごく安心するし、はい、あとは声かけてもらって誘導してもらうとそこですごく心拍数が落ち着くっていうんですよ。ものすごいだから本当命がけで 外歩いてるみたいなもんだからいつ転落したりとかそういうわからないっていうところでこう緊張しながらこう歩いてらっしゃるってこともあるんで本当、余裕があるとき声をかけて本当、近くまで少しでもあの途中まででもこう誘導するだけでもだいぶ違うんだよっていうふうにねおっしゃってたのを思い出しました。はい 目の不自由な方が安心して街を歩けるように音の出る信号機を設置するための募金をお願いするチャリティーキャンペーン、ラジオチャリティミュージックソン、1975年からスタートして今回で46回目を迎えました。あさって12月24日正午から翌日25日金曜日正午まで、ラジオチャリティミュージックソンの特別番組を24時間生放送でお送りします。パーソナリティは人気グループキスマイフット2とストーンズの皆さんです。今回のテーマは 届け日本エール音の出る信号機を設置するための募金は来年の1月31日までお受けしています今年は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から有楽町の日本放送本社ビルには募金箱を設置しておりません募金のための来社はご遠慮ください募金の詳しい方法や番組の情報はミュージックソンのホームページをご覧ください皆様のご協力どうぞよろしく,ろしくお願いいたします 明日のこの時間はまたユニバーサルマナー検定の講師で一般社団法人プレイヤーズ理事中川輝弘さんに新感覚ダイアログイベント視覚障害者からの問いかけについてまた伺います。ここがが気になるプラスス、えー、イギリスが、まあ、コロナもあって でいろいろとお災まれているというところ。今ね、信行アナウンサーもお読んでくれましたが、変異型のコロナの変異種が急増しているということで、でまああの欧米のね各国、まあドイツやフランスなどイギリスから入国制限をするというようなことが出てきております。まあ、えー、これについてはその感染力は非常に高くなっているけれども、これまでと致死性や重症を引き起こす度合いに違いは見られないということがまあ現地では報じられているということで。 ことです現時点でワクチンが効かなくなることを示す根拠もないとしているとまあ昨日も申し上げましたけれどもあの えー、変異をしていくと基本的に感染力は高くなるけれども一方で毒性は、まあ、あの弱くなることが一般的な感染症では言われるということがあるので、まあ、あのその辺が今回のこれに関してどう,こう作用していくのかというところ、まあ、あのその変異の速、ね、さなどなどがあ本当にこれ自然由来のものなのかねというようなことも、まあ、いろいろ言われているところでありますがただイギリスはあのもう一方でですね、えー、EU との離脱というのがいよいよ今年 年末に控えていいいるとととととううここでであと10日余りというところなんですねもともとそれがあって、えー、ひょっとしたら、まあ、あの特に協定なしでの WTO ルールでの離脱になってしまうんじゃないかというところでじゃあ、関税がかかる前に、えー、在庫を抱えとこうということでトラック等々が、えー、かなり殺到していたんですが今回のこのコロナがあってです、ねまあ、あの一旦イギリスに渡ったトラックが今度フランスに帰ってこれないとかドイツに帰ってこれないというようなことになってしまうので、えーえー、今あの、国境の ところで、えー、まあ、フランス側はカレーというね大きな港がありますけど、そのあたりで、えー、結構トラックが止まっているなんていうことが報じられております。まああのここへ来てこういったことが出てきたで。えー この年末で期限を迎える EU の離脱なんですがもともと7月1日までに、えー、EU とイギリス双方が延長に合意すれば1回のみ1年か2年延ばせるということが規定により決まっていたんですけれどもこれ、コロナだからねっていうことであるいはこの延長規定というものが仕組みとしてはもともとあったというところではあるんですけれども、まあ、その辺、e、EU とイギリスおのの判断というものも問われるところであろうかと思います。 さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今日はジャーナリスト有本香里さんです。おはようございます。おはようございます。ますラジオ残酷物語してした。脇で聞いていて笑ってしまいました <laughs>。どこの業界にもあったよな。そうですね。今はなかなかできなくなってきた。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。 ラジオの日本放送飯田康二の OK 康二アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにコメンテーターの素顔がわかるエピソードなど毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方には漏れなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加ください あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事イヤップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしていますでは最初のニュースこちらです西村大臣と新型コロナ分科会の尾身会長が臨時会見 尾身会長と西村経済再生担当大臣、昨夜夕方に緊急会見を行いました。 この中で尾身会長は感染拡大防止の対策を呼びかけた勝負の3週間の後に想定される1から3までの感染についてのシナリオについて解説黙っていても我々は責任は果たせない東京を中心とした首都圏がシナリオ3に入ると強い危機感を示しましたシナリオ3は3週間の後でも感染者が増えていくという状態を指すということですまた西村大臣は全国知事会などから要請のあった コロナ特措法改正についてより実効性が上がるよう議論しているなどと述べております、えー、東京など首都圏はあ都市部から周辺に感染が染み出しているということで、うん、首都圏を沈静化させないと、えー、全国を沈静化させることはできないといいうううふうに述べたということこです、はいまあね、陽性者が増えているというのは確かにそうですと、あのーまあ、これ、これいろんな、ね、言いたいことたくさんあるんですけれども。うんうん まず一つはその首都圏から感染が染み出していると、はい、だから年末年始も皆さん家にいてくださいよと、うん、あの場合によっちゃその、えーっと、確かあれは都知事の会見だったと思いますけど、家の中でもマスクをしろというようなことも言ってますよね。うん、そこまで警戒してるのに、うん 国内ではそれだけの警戒をね要するに国民に呼びかけて自粛をしろと言ってそれから飲食店に、はい、まあ営業自粛もお願いしてるわけですよねそれであるにもかかわらず外からどんどんその人を入れてくるつまり外国からっていう意味ですけれども、はい、これはどんどん進めてるっていうことは全くその矛盾してますよねまあ逆に合わないですよねで今朝たまたまあの非常に早い時間にですねはい 自民党の菅原一修議員ですね。はい、ええー、まあその、えー、菅原さんがその。 英国で変異した、まあ、つまり感染力の高いウイルスが広がっていると、はい、まあだから英国からの,その航空便を,をまあ止めるということをですね、はい、政府に言わなきゃいけないということをツイートされてたんですよ。あドイツやフランスはもうやってます、ね、やってますからね、えー、ヨーロッパ内はね。いやだけど私はね、そのまあ、まず一つは、これ、英国外でもどうも見つかっているという情報があると、だからまあ幅広く止めるなら止めていただかなきゃいけないし、あるいはその例えば中国。 中国との、ね、人の往来にかなり政府は前のめりなんだけれども、はい、あの中国国内で国中国国内での移動が制限されている年から日本に航空機入ってきてるんですよ<ー>だからこれもちょっとおかしいということですよね。うん、で、えー、そのまあそれだけじゃなくてね、まあ、国民からしてみれば最初言ったようにあのこ国民にはとにかく移動もするな自粛をしろと言っておきながら、うん、外から外国人は入れますよと。 でほとんどその2週間の。 まあ他の国だったら課せられるう隔離、まあ、こういうこともしなくていいわけでしょう、うんうん。ビジネス利用でとかね、特定のなんちゃってビジネス利用が多いのはもう分かりきってる話ですからね、うん、だからそういうちぐはぐさっていうのを、これやっぱりなんとかすべきだと思いますね、うんで、ちぐはぐさってもう一つあって、ですねこれ、かねてから言われてるんですけれども、はい、そもそもね、日本で医療崩壊がなぜ起きるんだと。うんうん、病床数がこれだけ大多いのいし それからまあ死者の数が圧倒的にヨーロッパなんかからすると数十分の1ですからね <はい S 1> まあそれはそれに比例して当然その重症化している人も少ないのになぜこういうことになるんですかという話なんだけれどもそれはそもそも医療リソースの,その配分の仕方がおかしいんだと硬直化しているんだということは前々から指摘されている。 そそれからその例えば全国保健所長の会とかからですね厚生労働省に対してその提言が出てるんだけれどもこれは要はそのいろんなことをおっしゃってるけれどもその指定感染症という縛りをやめてはどうかということですよね。はいはい、指定感染症とすることによっての縛りがこれは全くそ功を奏してないんだと。 いう話ですね。うん今二類相当一部一類という感じで運用してますけど、そうすると。まあ基本は全員入院だし。でヘルパーさんとかを使って、うんえー、ベッドのメイキングとかできない。で,できないというね。でしかもその医療機関の側は拒否できるわけですよ。うん、ああ患者さんの受け入れを、えー。受け入れをね。うん、だからそういう状況であるから、余計にその。 偏在してしてまうわけだから手を挙げたところが損をするみたいなことになってしまってるわけですよだからこの状況を、はい、まあそうではない状況に持っていくべきではないかということがあって私はですから外からの新たな、ね、ウイルスの流入というものを厳に防ぎながら国内ではやっぱりもっと柔軟な運用ができるような体制に変えるべきだと思いますよね、うん、そろそろ。 東京からその、まあ、感染が染み出てるっていうんだけれども、はい、これはその感染が微他一問広がらないようにするっていうことは、基本的に不可能ですよね、うでそうすると経済、みんな止まっちゃうから、うん、だからそうではなくって、国内においてはやっぱりある程度、人も動いて、経済活動をやって、はい それで外からの流入に備えなおかつ今までの予防措置をきちんとみんな取っていくとこういうことしかないんじゃないでしょうかねかかってもちゃんと支えるし治るよって形を政府がやっぱり政治決断しないとダメなところ来てますよね、うん、おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです菅総理が尖閣警備のため大型巡視船を整備したいと述べる 菅総理大臣は昨日海上,安海上保安体制強化に向けた関係閣僚会議に出席しましたこの中で昨日閣議決定した来年度の予算案について我が国の海を守る海上保安官が崇高な使命を全うできるよう今年度補正予算も活用しながら尖閣・領海警備のための大型巡視船などを整備したいと述べました まあ、この尖閣、それから、あの、大和大和隊ね、ええ。日本海についても言及があったようですが。あのー、まあ、この大和隊のことをね、まあ、総理言及したっていうのは大きいことだと思いますね。えー、あの、要するに、まあ、大和隊に関しては、中国は、はい。 あの北朝鮮から、うん、あまあその権利を買うというようなことまでして、うん、集めた船を送り出してきてるわけですね。はい、でこれは一種の両面作戦を試してるわけですよね。うん、あの山土台に本当はその力をある程度海上保安庁として先たいけれども、はい、まあ尖閣でいっぱいいっぱいになってるわけですよ。うん、でこの現状本当にまあ有識ことで。 まあ有識ことなんてもう言ってられないんですけどね、だから大型巡視船を整備したいというよりも、早速しないとダメですよね、振り返ってみると、ですねこの10年の間に、はい、今となってはもうこんなことになっちゃったんですけれども、うん、10年間というね、まあ、十分な時間をかけて、中国側はどんどんこの尖閣諸島に関しての、まあ、状況を変えてきたわけですね。うん で最初はあのまあ漁船で来て衝突事件を起こしたりいろいろしてましたで海警の船が来るようになって接続水域あたりに滞在するようになり、うん、でそれが船をどんどん大型化させてきてるから、はい、要するに波が高い時でも来れるようになっちゃったわけですよね来れるしいられるっていう状況になっちゃって、うんはい、それで領海に入ってくるということを領海内に滞在するっていうのを、まあ、あのだんだんそれも時間を長くして。うん でもう今やその日本の漁船を追っかけるみたいな話になりそ,うです、ね、それから先月にはその中国側はです、ねまあ、海警法というのの草案を出してえつまり中国の海警が自分たちの管轄する海だというふうに言っているところで、うん、あのおかしな船を見つけたら武器使用を許可すると。はい これだからもう全然状況変えてきてしまっている中でじゃあ日本はどうなんですかというとどうもその船の数だけは向こう側と同じ数を揃えているらしいんですよ。うと4隻、はいうところがこれがまたすごく負担で石垣にいるその海上保安庁のまあ状況を聞けばですね、はい、4隻で行って4隻が待機してるっていう普通、そうなるじゃないですか。はい ところがこの状況でもういっぱいいっぱいで12隻の船がいるんだけれども本来,は本来はね、うん、でこのそうは言ってももうこれがいっぱいいっぱいなんですよだからこれ以上のことにされてしまうともうどうにもならない、うん、それからその大和隊の方の対応も、はい、なかなか十分にできないという状況になっている、えー、さらに、まあ、これは先日その海上自衛隊の関係者の方が言ってたんですけれどもね、うん、今の海保の船だったら、うん、まあこういう言い方ですよ ペラ,ッペ,ラ,ペ,ラッペラだから。あペラペラだから。うん、だからその武器使用が許可されて、はい、もしそのまあ撃たれるということになればね、沈んじゃいますよということなんですよね。うんだからそういう状況にもうなってきて見えてきてるわけですから、はい、やっぱりこう日本側のねその対応が遅すぎますよね。 時間がかかりすぎるこれ武器使用を許すという法案が出ているという状況でこの間の大きい外交部長が来てそして記者発表した時に日本の漁船のことを不審船というふうにその定義で現場にいる海警の船は判断しちゃいますからね法律が成立すればそして射撃をしてくる可能性もあるそうですね これあそう、そこまでの,こう、ね、あの裏をこう見ると、うんうん、あの発言ってものがものすごく恐ろしいものだめ絶対ダメなんですよね。しかもあれはその外あの世界に向けて開かれた場で言っちゃってますから。 あれを許すっていうことがどういう意味なのかっていうことをねそうやって全部つなげて考えてみると本当にとんでもない話なんですよねいやーあの直になんか日本人の人命が関わる話になってきますね,、うん、すねだからだ完全にあい口を突きつけられたという世界ですよねね<え>、うん、なんかただこ国内向け中国の国内向けにアラアピールしたんだよっていうういそうそう言ってる人いますけども全く違うと思いますね<ー>うん、だから全部既成事実家のシナリオの中の一つですよねそれでまあもちろん日本もあの海上保安庁の船を 増やしてはいるんですけれども、はい、まあさっき申しましたように、えー、その武器使用を無効可能にしてくるということになると。 全然装備として十分でではないわけですよねうん、うん、だからまあ本当にねこの問題がもっと国会で大きな議論になってどんどん先に進むような状況でないと、えー、中国のエスカレーションは止められないと思いますね。でちょっと昨日ねたまたまその自民党の何人かの議員と話をしましたところ、はい、実はここのところこの尖閣に関しては、えー 関係の党内の部会でもそれほど議論が活発ではないと言ってるんですよ。あ、そうなんですうん。だから意外にね、そのだからまあ安倍政権の時の方がこういう話は活発にしてたというニュアンスだったと私は聞きましたね。はあ。うん。ちょっとだから新政権になってからどうもちょっと、ええ。ええ とこれに関してはまあ、党内も若干賃貸モードだからさっきねたまたまそのコロナの件で、はい、まああの菅原一修さんのそのツイッターの話をしましたけど、はい、あの個々の議員は問題意識持ってるはずなんですよねだからもう今こそ本当にその問題意識をちゃんと大きな声にして、はい、あの政府にぶつけてほしいですね与党からうーんこれ確かにその関係部会の風景を。 イメージするとス、アショアがなくなって今度、敵の射程外からの撃つミサイルの開発とかんとかとかそういう議論の方にかまけてというかでもこれ本当は一体でやらなきゃいけないですしこれも本当に今分かっている話ですからねででもは本当に疲弊してるわけすよねだからその現実をもう一日も早くもうちょっと楽にして差し上げないといけないわけでしょ。 だからこの議論がちょっと実はちょっと元気なくなってるんですっていうのは本当はあんまりよくないなと思ってますねだからわれわれとしてはむしろこのことをガンガン言ってねだから昨日もそういう話したんですよね、はい、もう私はじゃあそういうこと言いますよと。ああ うん、そうすることによって、ね、やっぱり党内でももっとどんどんこう議論が、ね、活発になってくれるんだったらいいと思いますからと、うんうん、ぜひ頑張ってくださいという話だったんですけれども、これ、どうなんですかあの、向こうは会計といっても、中央軍事委員会の参加にあって、だから一体としてやってきていると,、えー、ところが、日本の場合は、海保は国交省の外局をやって、うん、防衛省があって、外務省があって、ってでおまけに、漁業船の取り締まりは水産庁ですからあ でしかも全く丸腰、ね、の船ですからうす、ね、もう海保よりもっと下のレベルになっちゃうわけですよ。だからこれを、ね、やっぱり一体化しないとだめですよ。本来は、うん、で特に海の安全保障というのは日本はもう世界第6位の,の EEZ まで含めると、ね、あるわけです。だからここれをを取り締まるとというところを あ,のまあ、ある意味、シームレスにするという意味合いでその安全保障庁みたいなものを本来だったら作ってそこに全部入れるべきだと思いますよね本来は、うん、まあ,ある意味 NSC ・国家安全保障局というのはそれをやらなきゃなんない,はい、はい、そうですねそれを目指すための 司令塔を作ったとっいうことだったと思うんですけれども国家安全保障会議だけ作って OK みたいになってしまっているのはちょっとと違うんじゃなないいかなと思いますねそしてもう1つ用意していたニュース菅総理が東京オリンピック・パラリンピック開催へ決意表明という、えー、これはあのアジアの価値観と民主主義という国際シンポジウムでの発言の一部だったようであります、まあ、あの新型コロナに見つかった証しとしてとていうのは前々からおっしゃっているところですけれども。うんうんはい まあこれねあの、いろんなことをスピーチでは言ったようです。そうですね。はい、まあ私あのまあこれはね、ちょっと失礼ながらなんですけれどもね、総理がおっしゃった、そのアジア各国で民主主義が定着してきたのは、うん、古来仏教の慈悲やイスラム教の寛容など、多様な価値観を受け入れる土壌があるからだと。 ここら辺私はちょっと理解できませんね。んあの、まあ、やっぱりね、こうした対外的なスピーチに関して、はい、ちょっとやっぱりスピーチライティングのですね。スタッフを強化された方がよろしいのじゃないかなというふうには思います。まあ、これね、えー、いろんなことをアピールする機会でもあった。そうですね。対外的にね。えー、ですから、あの、そこで何を言うかっていうのは、その方針として。 え大事というだけじゃなくって、はい、日本の総理がどういう価値観を世界に発信するのか。はい ってていううのはもう極めて重要ななことなんですよねで日本はどういう国で、はい、どっちに向かっていてそして世界とこのように手を携えていくよと世界をこう理解してるよっていうような、まあ、見識みたいなものを、ね、発信される大事な場,、はい、場ですからちょっとこのメッセージは私は正直全然意味わかからなかった<ー>私の理解力が不足してるのかもしれませんがでもやはりあの誰が聞いても、ね、分かるようなメッセージをぜひ発信していただきたいと思います。 続いて教えてニューーースキーワードです小売業で振り返るコロナ禍の2020年新型コロナに振り回された今年私たちの生活を支える町のスーパーにはどんな変化があったのか探ってまいります。ということでこの時間は練馬区をはじめ東京都内4店舗を構えますスーパー秋台の秋葉社長に電話をつないでお話を伺います秋葉さんおはようございます。 おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰しております。日本の添田でございます。どうも。あの、増税の直後にもお話を伺いに行ったの記憶してるんですが、あの時と比べて1年後、はい、今どうですかそうですね、まああの。増税直後と今っていうのは、ちょっと相場が違うんで、いろいろ売り上げとしては、バロメーターにしかならないんですけども、増税直後っていうのは非常にあの、あの まあ価格への関心度が皆さん高かったですよね。最近はですね、やはりあの政府のいろいろ政策によって、お店の方が左右されてるっていうのがまあ現状ですね。はい、いいああ、それは営業時間とかそういうところもですか、はい、あまあ、それ営業時間というよりも、例えば、あの、GoTo、 イートとかによって、あ<ー>まあ今まですごもりだったのが、皆さん外出るようになって、お店の売り上げが減ったりとか、また今度、GoTo イートがあの中止されることによって、やはりあのお店の方が混み合ったりとか、いろいろかなり左右はされてますよねあ,ーあれ、GoTo イート始まったぐらいの時やっぱり目に見えてお客さんの数は減りましたかあ減りましたね、はぁ<ー>、政策、はい、一つで、それだけだから、その本当に社長の,この経営にも影響が出てくるわけですねあ出ますね。 政策というと、もう一つあの、スーパーに絡むところだと、レジ袋有料化っていうのもありますよね、ありましたよね、ねあれ、はい、どうですか、なんか影響出ましたい,やい,まいっぱい出ました、例えばレジ袋有料化によって、い、えーえー、やあのエコバッグ万引きとか、えー、あと、まあ、かごパク、まあ、あ<ー>流行語大賞の名とされたりとかしてましたけど、えーまあ、非常にあの、えー、かごパクっていう、まあ、あのいろいろなちょっと今まで。 考えられないようなことがいっぱい出てきましたよ、ね、カゴパクっていうのは、あれ、カゴを持っていっちゃうってことですよね、カゴごと商品を持っていっちゃうってことですかいやその、カゴごと商品を持っていっちゃうっていうのがありましたんで、カゴの色を変えたりとかして、あいろいろ会計済みとええいろいろそういうこともやりましたね、<ー>それによってやはりカゴをあの、まあ、そのままカゴごと持っていっちゃうというよりも、へへ会計後、袋にレジ、エコバッグに入れないで、そのまま、 ネジ袋が有料だからということで、カごごと持っていっちゃうという方もいましたね、ただ、それはほとんどの人が、ですね、はい、ちょっと悪気もなく、カゴを借りてくるみたいな感じで、今度の時に持ってくるっていうような感じが多かった、ね、な,るなるほど、なるほど、そっか、そうすると、まあ、お店としては会計済んだかどうかが見分けつきづらくなっちゃうということになるわけですね、はい、そういうこともありましたね、なるほどね、はいえー、スタジオには有本香おさんもいらっしゃいいまますすおおははよよううごござざいます。 あの今年は、まあ、いろんなそのご苦労があったと思うんですけれども、はいはい、例えばその入りにくくなった食材とかですね、はい、そんなものはあったうですね、まあ今年は本当、コロナというのは非常にあの影響がすべてにおいてあったんですけれども、はい、まあコロナによって、まあ、いわゆる、まあ、家であの過ごす巣ごもり需要ですね。それによって例えば キャベツとかが異常な値上がりを一時的にしました、ね、あ、はいはい、これは多分記録的な値上がりだったと思うんですよ、そういう、どちらかというとオーソドックスな、誰でも使うようなものが非常に、うん、あの需要が高まった。そしてあと、うん 輸入物ですコロナ禍によって物流の滞りなんかありましたので、はい、輸入物なんかも非常に、えーまあ、値段が高くなったり、うん、仕入れにくくなったりというのが非常にありました、うん、そして全体的に巣ごもりということもあったので皆さん、はいあの、食品にかなりお金がかかるということで、まあ、とても、ね、庶民的なものどちらかというと 安いものが、えー、ちょっと値段が高くなったりとかいうような傾向が今のととあると思いますね安いものもよく売れたってことです、ねはい、そうですすねねそう、はい、あのここのところスーパーで買い物するとほうれん草とかずいぶん安くなったなっていう感じがあるんですけどどうですか、はい、その飲食店が今、あの厳しくって納入できないみたいなことって影響出たりしてますか、まあ、一部消費によってはそういうのありますし今年の場合は、ね、えーーやはり安いのは一番は台風などの。 まあ農業被害がなかったこと、なるほどそしてあと、あの秋がとても暖かくて、えーあの、生育がすごく順調だったということで、うんまあ、ここ最近になって、えー、やはりあの影響としてあの、気温がだいぶ下がってきたんで、うん、だいぶ野菜のはあが年末価格になってきて、<ー>だいぶ上がってきたはお店、年末年始はいつまで、そして年明けいつからですか 三十一日まで営業させていただきまして、三十一日はまあ夕方六時か七時ぐらいにはもう終わるんですけども。ええ、で新年はあの六日の水曜日になる。あ、なるほど。まあ、貸しが空いてからっていう感じですか。はい、そうですね。なるほど。わかりました。いや、社長、朝早く忙しいところ、すいません。ありがとうございました。失礼します。失礼します。 アキダイ秋葉社長に伺いましたああこの庶民的なものがよく売れてっていうのがでもカゴパクって言葉私初めて聞きましたいやかごごとっていうね本当にまあご時世とかなんというかこれレジ袋っていうのはコロナとは関係ないところなんですよねそうですよねこれこそまさにね政治的な失敗だと思いますけどねはっきりといやでもそれに振り回されますねほんとですよねうん えー、今日のキーワード、小売業で振り返るコロナ禍の2020年でありました。えー、そこが入ってまいりました、えー。EU、ヨーロッパ連合の要衆委員会は21日、えー、アメリカ製薬大手ファイザーなどが開発した新型コロナウイルス感染症のワクチンを、えー、加盟国での販売を承認したということです。 えまあこれによってイギリスに続きヨーロッパの大半の地域でワクチンが接種できるようになるということだということです、まあ、あの接種が始まる時期としては今月27日以降だというふうに EU 委員会のフォンデアライエン委員長は言っていると、えー、実際に接種を始める日や手順優先順位は加盟国が決めるとのことであります、えー、速報でお伝えしました EU 新型コロナワクチン承認というニュースです さあお送りしております OK コージーアップお相手私日本放送アナウンサー飯田コーと新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです引き続きよろしくお願いしますワクチンの話ね今速報が来ましたけれども、うんはい、世界中でこうやって接種が広がっていくんです、ね、そうですね、うん、まあファイザーは大変なあれですね、はい、いや本当ですよね、うん、ただまあアメリカ政府もね相当そのどんとこれを支援したんですよねそれが構想したってことだ 思い切ってお金入れましたね、バイデンさんがワクチンを接種するとかって言って<ー>トランプワクチンだねなんて皮肉られてましたけれども<笑><笑>でも、そうですよね、S でははい、これトランプさんは相当予だからかなり思い切った、ねやっぱりそのまあ、予算をつぎ込んだわけですよね。えー、じゃなかったらここまで早期にできなかったでしょう。うん うん確かに、まあ一年かからずにっていうところですね、うん。そうですよね。早かったですよね。だからそういう意味では本当にこの政治的なね、うん、まあ過断な決断というのかな、はい、これが功を奏した結果だというふうに思いますよね、トランプ政権の。 まああまり日本じゃ報じられないところですけどその辺冷静に見なきゃいけないところですね、うん、そうですねやっぱりそれは評価しないといけないですねで、うん、日本は一方どうだったんだっていうところも振り返らないといけないですよね確かにね、うん、まあ開発している会社はあったはずなんだけれどもじゃあコーヒーがどこまで入ったかとかね、えー、そうですねで、やっぱりもうこれ世界市場では完全にちょっと出遅れましたよね、うん、だからもう今更感が出てきちゃうのかなとか あるいはただ今後その完成度の点でねもっと高いものを後発でも出せるっていうことなのかそれから治療薬の問題もそうですよね。そうですよね、うん、それをやっぱりその量産していくさっきアビガンの話ありましたけれども使ってる国もあるわけじゃないですかただ一方ではこれ特許切れてるっていうこともあったりするんでんでもそれをね供給していくために、はい、えまあ製薬会社としては作り続けなきゃいけないんだけれども。えー これいつ止まるかわからないっていう怖さもあるわけでしょ一方で,うで、ね、だからこそ本来国が支えないとダメなんですよね、はい、そこら辺のねなんかこう見通しというのかうそれからそのなんていうかな。 どん、まあ、と思い切って突っ込むところとそれからだめだったらバッと引くと、うん、さっきの,その指定感染症の話じゃありませんけどね、はい、その辺の過剰さていうのが常にちょっと日本は欠けてるなとうんワンデポツデポ遅いというかで何でもこう時間がかかりすぎる、えー、検討する時間が長すぎる、はい、そしてやってしまったらその方針を転換できない。う あちょっとやっぱりね、こういう今回の危機の中では、はい、そういった日本の弱点というのは、本当にあらわになりましたよね、うん、さあでは続いて、スクープアップまいりましょう、この時間、最後のニュースを、スクープアッ香港の最高裁、デモ隊の覆面禁止法について、合憲と判断。 最高裁に相当する香港の終身法院は昨日デモ隊がマスクなどで顔を隠すことを禁じる規制について政府側の訴えを全面的に認め規制を支持する判断を下しました、えー、基本法に違反しているという一審判決が出ていた2、まあ、二審でも、まあ、一部は容認していますけれども基本法ある意味の憲法違反であるということは言っていたんですが いやくんかこうだからいわゆる最高裁、はいね、高いところに行けば行くほど政治的になってしまうという恐ろしい話じゃないかなと思いますけどね。だからもう完全に香港はもう司法も、まあ、中国に飲み込まれたとうんいうふうに思っていいと思いますけれどもあ、はい、あっっとといいうう間間ででししたたよねねうん去年の今頃って、うん、あの区議会選挙が行われてそれで民主派があっ 圧勝しんというか民意でこれは防げるんじゃないかいなそうです、ね、だから香港の民意はもう明確に示されて、えー、これで押し返せるんじゃないか国際社会が応援すればというい、うん、時ちょっとそういう空気が漂ったのが去年の12月。 そうでししたたね飯田さんいらっしゃっゃてたでしょ、はい、12月、その区域戦があった、はい、あと最初の大きなデモがあったときに非常に高揚感に包まれた感じのデモではあったんですよ、ね、<ー>で若い人とかあるいは子ども連れも結構出ていてあ<ー>あいろんな世代だとか、えー、階層の人がこれ支持してるなっていう感じが見て取れたんで、うんうん、これはなんとかなるんじゃないかと私も夢を見たんですがなるほど、ね、わかなかった。 結局これはそのデモ隊のねマスクとか覆面をま禁止する。はい、つまりはもうデモやるなってことですよね。うん,うん。で、あの例のほら顔認証システムがありますから中国は。ま顔が見えるんだったら、はい、もうどこへ逃げようがという話でしょ。もう特定できるっていうことですよね。はい。だからまあそういう意味ではねもう香港の自由というのは完全になくなったし。 でちょっと振り返るとね2014年今から6年前に雨傘運動が始まって、はいえー、この時からずっと徐々に。 やっぱりこれも、まあ、ある種サラミスライス的あるいはもうちょっとあからさまに中国は香港の自由をどんどんこう奪ってきたわけですよね2016年ぐらいにはあの書店の店主がね、うん、あ連れ去られて書いうことがありまということがありましたね。はいうん、だから、あのー、そういうふうにどん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 香港の自由を奪ってきて、まあ、6年という年月だって考えてみればあっという間みたいなもんですよ。そ、ね、そもそも一国二制度と言っていた、はい まあちょっと大げさに言えば香港という一つの都市国家的な場所が 完全に消滅して、ね、中国の一つの地方都市になっていく、うん、そのための時間としてはまあ実はかなり短かったという気が私はしますけれどもねそうですよねもともとは50年間はその一国二制度を続けるはずだったものが大幅に短縮された上に、はいえーね、ここを6年でガタ,タガタ、うんえー、ガタッともう中国になっちゃいましたからねうんからもう一国二制度というのはもうなくなりましたし、えー、香港の自由がなくなったということはもう要するに私たちの知ってた香港がなくなったっていうことなんですね。 ですけれどもね、この重要性っていうものを、はい、やっぱり日本人の認識が私は薄い甘いと思っているそれからねもう一つはその、まあ、例えばこのデモに伴っていろんな人たちが出てきて。はい えー、例えばそのアグネス・チョウさんとかねあ,<ー>あるいはジョシュア・ウォンさんとかね、はい、まあそういう若きそのデモのリーダーという人たちが出てきた、うん、まあこういう人たちに注目が集まるわけですけれどもで今回もその、まあ、彼ら彼女たちは収監されるという中で。うんうんうん まあ日本からもそれなりにその特に民間を中心にえ彼らを助けなきゃという声も上がっているんだけれども一方ではこの香港の民主化民主派にずっと寄り添ってきたアップル・デイリーという新聞がありますけれどもリンゴ日報ねこれのおまあ創始者が同じように収監される。彼はそのまあえーと要するに国家 反逆罪的なもんですかね、えー、あの国家安全法に違反しているという。うん、まあ、今のところまだ容疑ですか。はい、そうはなってますけれども、ね。なってますけれどもね、この司法のありようだと。容疑かけられた時点で、ねうん。時点でもうダメかなと。うん、だから、このことにね、やはり日本のメディアはもっと騒がないといけませんよね。うん、完全にこれは報道の自由を。はいうん、をまあ、非常に暴力的に。野蛮に。はい。 蹂躙してるわけですし、えー、もう押しつぶしてるわけですからね。はい、だから、このことがちょっとその。まあ、こういう言い方は非常に悪いかもしれないけど、若いリーダーっていうのは非常にこの、なんていうか、注目されやすい。うん、そういう人たちに注目がいってしまっていて、はい、このジミーライ氏が。 ああここまでの扱いを受けているということについての私はちょっと報道が少ないと思います確かにそうですね、うん、まあこれだけのところまで来ている人だから、うん、いろんなことに気を使いながら活動はしてきただろうし、はいうん、でその上であで合法な範囲で新聞を出すという形でやっていたりもかかわらず、はいね、容疑がかけられるということ、うんはい、そうですね。 おそらくその外国人とちょっと話したとか発信したとかいうことが容疑だと思いますが、うんうん、そうでしょうね。うん、そうなるとですよ、うん、我々取材だとかあるいはちょっとコンタクトを取るということもできなくなる。ダメ、うん、っていうことになりますからね。今後香港の情勢というものがますます分かりづらくなる。そうね、だから飯田さんも私も香港に浮かうかといけれないよね。い行かれませんよね。 よしそううなっちゃうんですかね、まあ、だかねだら香港は香港じゃなくなったという認識は本当にそういう意味で持たなきゃいけないわけですよ。うん、でその自民依頼のね、容疑っていうのはそのともかく、まあ、どんなふうに容疑もかけられるわけですからね。恣意的に法律を、ね、運用してアップルデイリーという新聞がなくなるというのはね、うん、まあ事実上なくなっていくというのは本当になんか、ね、私たちにとっては なんていうかな本当にそれも香港がなくなっていく一部だっていう気がします。つまりその、うん、反体制的であるとか、はい、反中国共産党的であるというだけじゃなくって、うん、あれ結構ねその、うん あのなんていうかなエンターテインメントの点でも楽しい新聞だったんですよ。はい、結構そのゴシップもいろいろあってね。えー、そうそうで私たち昔のね香港映画好きからするとねやっぱりアップルデイリーっていうのは本当欠かせないアイテムだったんですね。はい、だからそういうものがなくなっていくことはイコール香港がなくなっていくっていうことなんですよ。うんだからこのことにやっぱり日本のねメディア自体がもっと騒がないといけないですよね。うんうん えー、香港の情勢というところを詳ししくお話しいたただきました目の不自由な方へ音の出る信号機を第46回ラジオチャリティーミュージックソンのお知らせです。 ラジオチャリティミュージックソンは目の不自由な方たちが安心して街を歩けることを目指し、音の出る信号機や目の不自由な方の社会参加につながるアイテムを一つでも増やすための募金を募るチャリティーキャンペーン活動です。12月24日正午から25日正午にわたって24時間チャリティー番組をお送りします。パーソナリティはアイドルグループのキスマイフット2とストーンズの皆さんです。そして私信用はアシスタントを担当します。 ます。今年はコロナ禍ということで目の不自由な方のその環境というのも大きく変化しました。例えばその駅のホームでの声かけというのが減ったりですとか。 まああのスーパーですとかね、その列に並ぶときに、距離を取って並ばなきゃいけなくなりましたが、その距離感覚というのがわからなかったり、えー、お店に置いてあるそのアルコール消毒の位置がわからないですとか、あとマッサージのお仕事をされている方たちは、あの緊急事態宣言の時は、その治療院を閉鎖しなくてはいけなくなったりですとか、今もそのお客さんがなかなかこう戻ってこないといった現状があります。えー、そういったですね あの、視覚障害の方たちを取り巻く環境であったりとか、さまざまなことを番組を通してレポートしていきます。あの、ぜひよろしければお聞きいただければと思っております。 えー、募金の方法なんですけれども、えー、様々あります。今回はあの、新型コロナウイルスの感染防止の観点から、いつもですと、その、日本放送の本社に募金箱を設置しまして、皆様からこう、募金をですね、いただくということもあったんですけれども、今年はですね、あの、そういったことがちょっと難しい状況となりました。えー、J コインペイ、ポジット募金、LINE ペイ、クリック募金、JCB カード、 つながる募金。Amazon Alexa。えー、そしてチャリティインターネットオークション。えー、そしてですね、銀行振込でも、えー、募金はお受けしております、えー。そして銀行振込でも募金をお受けしております。さらにですね、今年は LINE スタンプというのも作りました。キスマイフット2の皆さんとストーンズの皆さんの LINE、えー、スタンプになっておりまして、そのメンバーの皆さんのボイス付きとなっております。 あの、目の不自由な方々はスマートフォンもね、あの、使っていらして、ボイスオーバーという機能を使っていたり、あとは白黒をこう反転させて弱視の方はですね、利用していたりもするんですけれども、やっぱりその音声がついているスタンプだと、えー、なおいいんじゃないかということで、音声付きの LINE スタンプを作りました。えー、早速ですね、もうすでに、あの、LINE のそのスタンプショップのところで、スタンプストアのところで、あの、購入できるようになっておりまして、一部手数料を除いて全額、えー、ラジオチャリティーミュージックス 村に寄付するというそういうふうな形になっておりますので、もしよろしければですね、あのラインスタンプもぜひチェックしていただければなと思っております。ラジオチャリティミュージックソン12月24日正午から25日正午まで24時間にわたってお届けします。ラジオチャリティミュージックソンのお知らせでした。